お手玉お手玉は小さな布袋に小豆やべえ、樹砂玉の実などを入れ、数個を一組にして縫い合わせた玩具のこと。また、それを使って遊ぶことをお手玉をするなどという。地方によって樹砂玉、おじゃみ、お人工、石なごなどと呼ぶところがある。いろいろな遊び方があるが、歌に合わせ手を使って一定のルールのタイミングで放り上げて楽しむようなものが一般的である。 同時に、複数の玉を放り上げるなど難度を上げ、ジャグリングに似た要素があり、技巧の上達を楽しむことができる。男の子がお手玉で遊ぶことは、あまりなく、伝統的にも、女の子の遊びである。欧州の遊牧民が袋に粒状のものを入れて遊んだのが、始まりと言われている。また、お手玉らしきものを投げて遊ぶ女性が描かれた古代、エジプトの洞窟壁画が残っているが、 そうではなく、パンもしくは、技術の類いではないかという指摘もある。日本では、奈良時代に中国から伝わり、当時は手頃な大きさの小石や水晶を利用したことから、石な鳥玉と呼ばれていた。実際に、聖徳大子が遊んだとされる水晶も発見されている。現代のお手玉は、江戸時代から明治初期にかけて多く作られた。 歌川広重による江戸後期の浮世絵、風流幼遊びにも女児が遊ぶ姿が描かれている。第二次世界大戦中の学童疎開では親元から離れる子にお手玉を持たせたり、離れた子にお手玉を送ったりした人があった。空腹に耐えられなくなったらほどいて中の豆を食べるようにと言い聞かせておいたのである。元来、お手玉はありふれた遊びとして親しまれ。 母から娘、孫へと、作り方や遊び方が伝承されたものだった。しかし、1950年代頃から、各家族化が進行するとともに伝承が難しくなり、また、多種多様な遊びが周りに溢れるようになり、徐々に忘れ去られていった。現在では小学校などを中心に、日本の伝統的な遊びとして受け継がれている。ありがとうございます。